はい、皆さんこんにちは、ユーフィットのトニーです。今日はですね、クロスフィットゲームズに関するお話第3弾ということで、私の今後の計画についてお話ししたいなと思います。今シーズン7月に世界大会が終わって、実はもう来シーズンがですね、始まるのが2月の末なので半年切りましたね。この半年間の中で今後どういうふうに準備していくかというところをお話ししたいのと、なんで今後も私がこういった大会に挑戦し続けるかっていうところの話もできたらなと思います。もう来年の2月末にはですね、クロスフィットゲームズの1次予選が始まるんですけども、今回の4月の世界大会を経てですね、自分が足りてないところをこれから強化していきたいなと思ってます。足りてないところですね、メインで2つありまして、それがラン、走ることですね。あとはスイム、水泳ですね。この2つがかなり足りてないなと思いました。週僕5回トレーニングしてるんですけども、ほとんどがジムの中でトレーニングしてるので、なかなか外をこう走ったりだとかプールで泳いだりとか、そういったところがないんですけども、世界大会に行くと本当に何でもあり、ジムでやること以外のことも結構あるので、トライアスロンみたいなバイクもあるし、スイムもあるし、ランもあるっていった感じで、いろんな面から能力がテストされるので、何でもできるように準備しておかなきゃいけないんですけども、特に今回の世界大会でランニングのところとスイム、この2つが自分の中で課題と感じたので、まずはランとスイムをしっかり毎週自分のプログラムに入れて継続して向上を改善させていくというのがやることになるかなと思います。まあ、それに合わせてその他の能力は、戦える部分もいくつかあったんですけども、持久力の部分、パワーの部分、体操系のそういう技術的な部分、こういったところ全てが世界のトップと比べると差があるということを実感したので、全ての能力を1年かけてやっていきたいなと思ってます。あとはトレーニングだけじゃなくて、食事とか睡眠とかライフスタイルの方も変えていかなきゃいけないと思ってるので、この UFIT のオーナーもやりつつ、トレーナーもアスリートとして並行してやってるんですけども、バランスとって、アスリートとしてもしっかりとできるように自分の生活を見直すということもやっていきたいなと思います。あともう一つ、なかなか数値では測れない部分なんですけども、メンタルの部分ですね。苦しいっていう状況になれるというか、そういったところをもっと普段からやっていかないといけないなというのを痛感してますね。普段一人でトレーニングしてるんですけども、辛くなるとどっかで自分の中で力をセーブしてリミッターをかけてると思うんですけども、そこから一歩踏み出してさらに辛いところに自分から飛び込んで成長を図っていく、こういったところをしていかないと、世界大会の本当に厳しいところでの勝負ですね、そこではなかなか勝てないのかなというふうに思いました。周りに同じぐらいのレベルのコンペティター者がいて、競ってるところですごく多分辛い時にもう一歩ここで攻めて周りを抜かしていけるかなのか、周りに置いてかれるのか、実力以外の部分かなり多くて、メンタルのところでいやまだ諦めない、ここでもう一歩行こうとか、自分を盛り立ててどこまで突き詰めれるかっていうところが勝負になると思うので、それを普段の練習でも意識してやっていきたいなと思ってます。私がクロスフィットのゲームズの世界大会をずっと目指してるっていう理由に、アスリートとしてもちろんトップレベルで勝負したいっていうのもあるんですけども、私が今この UFIT を運営してることにもつながりますけども、クロスフィットですね、これをもっともっと日本でね、認知を広げて人気のあるフィットネスにしていきたいということを思って、そのためには自分が世界大会に出て、日本人がですねクロスフィットをこんなに頑張ってるんだというところをいろんな人に知ってもらうことで、日本でもクロスフィットがもっと認知が広がるかなと思ってるので、そういった思いもあります。今年の日本からは1人だけだったんですけど、やっぱり結構寂しかったです。アジアからでもね2人しかいなかったので結構ね寂しかったです。来年はみんなでそこに行きたいなと思ってます。なのでぜひですね、日本人のチームでクロスフィットゲームズ出場を考えてるって人はぜひね、一緒にトレーニングしたいなと思ってます。全然ねオンライン上での情報交換とかでもいいですし、もっとフラットにですね、日本中のクロスフィットジムとつながってですね、で日本のクロスフィットを盛り上げながらみんなでね世界大会に出ていくということをやりたいなと思ってます。それだけじゃなくて、出場する選手が所属しているジムですね、僕だったらこの UFIT だし、そこに所属しているメンバーさんたちも一緒にアメリカなんか行けるとねいいかなと思います。本当にクロスフィットゲームズってお祭りのような感じでやってるので、選手だけじゃなくて観客として行ってもねすごく楽しめるので、もちろん今コロナでね海外っていうのは難しい状況ですけども、また来年のね夏になってたら状況も良くなってると思うので、目標としては日本人の選手がもっとたくさん出て応援するジムのメンバーさんたちも一緒に世界の大会に行くというのをイメージとして持っているので、ぜひ実現したいなと思ってます。クロスフィットを一緒に盛り上げていきましょう。